こちらがですね、ご飯の計量盛り付け機、シャリ弁ロボという機械になります。で、基本的な動作といたしましては、お使いいただく容器下に置いていただいて、スポットライトを照らされた位置に計量されたご飯が測られて、落ちてくるというような形になります。で、落ちてきたご飯もですね、人が手盛りするよりも、機械でふんわりと落とすというところで非常にですね、ボリューム感があるような形で盛り付けすることが可能になります。さらに、機械で、精密な計量でもって盛り付けをいたしますので、実際、今まで気米の使用量が減っただとか、そういったところのコストの面でですね、実際にメリットとして感じていただいているという声、非常に多くいただいております。基本的にはですね、丼業態だとか、あとはレストランさんなんかですね、そういったところで非常にご使用にいただくお客様多いんですけれども、最近ですと例えば、病院の、厨房の中だとか、あとは社員食堂様なんかですね、そういった非常に食数の多いお客様なんかに向かっては、やはり人手不足だとか、どの業態でも非常に言われているところではあるんですけれども、やはり機械化を進めていきたい、食数が多いというところの中で非常にお使いいただいている機械として、採用いただいているものがございます。こういったご飯の計量器というとの商品もあるんですけれども、そういったご飯のつながりのところでですね、弊社としては、シャリ玉、お寿司のシャリ玉を、成形して、お出しする機械というのもございますので、そちらの方もぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。こちらが最新のお寿司ロボットになっております。こちらの機械は、現在回転寿司様、スーパー様に数多く導入させていただいておりまして、ホテル、旅館等のバイキングの寿司にも生産能力非常に高く、1時間に4800貫生産できる機械になっておりますので、グローバル化ということもありますので、ホテル、旅館様向けにバラエティな豊富なお寿司の食事を提供できる機械になっておりますので、ぜひご検討いただけますようよろしくお願いいたします。